ちの声がすごい入らない。大丈夫。はい、皆さんありがとうございます。本日はですね、かなり盛りだくさんになっておりまして、今日もですね、今日も盛りだくさんなんですけれども、一応本日ご紹介するブランドがですね、アプレッセと SFC とあとグランクをご紹介させていただきたいと思っておりますが、今、ちょっと村田さんがですね、不在なんですけど、もうすぐ来ます。今日のラインナップはこんな感じです。ですね、SFC が結構ドサッと入ってきました。結構女の子が来ても可愛い商品、今回すごくたくさん入ってるので、ぜひ女性も見ていただけたら嬉しいです。あ、取ってきてもいいですか。はい、で、ま、雑談しといてもいいですか。ですね、お水を忘れたようで今取りに行っております。皆様大変申し訳ございません。お待たせしております。一応ですね、アプレッセと SFC は今週の金曜日に発売となります。はい、皆さんありがとうございます。あ、ドタバタですねいつもありがとうございます。はい、今日はいつもにましてドタバタです。ちょっといつも7時からやらせていただいてるんですけど、今日はちょっと6時半からと30分早めで配信させていただいております。すいません、皆様待ってくださってありがとうございます。ぜひサイズ感とか合わせるものとかご質問ありましたら、このコメントにぜひぜひ皆さんお待ちしてます。どうですか、調子は。調子はいい感じです。マジさん、そろそろお願いします。もう5分経ってるんで。5分ですか、すいません。はい、おはようございます。お待たせしました。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。今日はどうですか、調子はいいですか。はい、いい感じです。でも、ご紹介するブランドなどはもうお伝えしたので、早速ご紹介お願いします。ちょっと苦心していいですか。いや、ちょっともう結構経ってますね。あ、結構経ってます。もう結構経ってます。はい、ちょっと頑張って、もうちょっと足痛いんですよ。はい、なんかまた最近ちょっと寒いですね。うん、今日もちょっと天気悪いし寒いし、けど春ももう冬も飽きましたよね。もうちょっと早く春物着たいけど、急に暖かくなる可能性あるから、今着るしかないですよね。どうですか。そうですね、でももう確かに寒いですよね。もう一番寒いかなと思うんですけど、まあ、はい、ということでもう紹介していこうかなと思います。はい、はい、お願いします。はい、今日はまず、まあ、SFC が結構たくさんと、プレステとグランクですか。はい、ですね。はい、まず、まあ、SFC の方から紹介していくんですけど、まず、またね、これね、あれなんですよ、結構対になってて、そのダイオピアと一緒でこうなるんですよ。セットアップで着ていただける。こうなるんです。はい、こうなるんです。ならないじゃないですか。うん、そうですね。ならないですね。はい、こうなるんです。はい、うん、はい、はい、色が違ったということなんですけど、
はい、これが一応全部セット。セット販売ではないんですけど、まず、まあ、シャツジャケットですね。これ、あの前回から出てて非常に好評なもので、素材が僕が今履いてるこのちょっと前に出たワイドテーパードの、二重デニールのもの、もうすごい軽量で、撥水もあるタイプで、真夏全然いけちゃうシリーズの素材で、シャツジャケット3色、カーキ、ダークチャコール、はい、カーキ、オリーブ、ダークチャコールなんですけど、まあ、あのこれ結構この色が割と今回非常に、前回も話しましたけどね、おすすめの結構ニュアンスカラーって感じですね、はい、これもめちゃめちゃ大きいサイズなんで、これのワイドタイプ、これはワイド、ワイドテーパードかな、形はいっぱいあるんでね、バギーですね、これバギーパンツ、バギーは僕が履いてるものよりももうストレートストーンと感じした感じですね。前回ね、イエスグッドマーケットで販売した形と同じ形だと思います、はい、結構これもねいい感じなんですよ、うんうんうん、でこっちのタイプはパンツは、裾ドローコードないタイプなんですよね、はい、ワイドテーパードは、まあ、あの裾ドローコード入ってるタイプ、うんうん、で、なのでこれがこうなるみたいな、うんうんうん、でワイドはだからストレートストーンと落ちる感じ、僕も最近よく履いてますけどね、結構コンバースとかあの履いたりとか、裾幅がやっぱり広いんであれですね、だからもうこれ、あ、そうか、これ色違いますね、開けました、これが同じ 20D のナイロン使ってるタイプで、ナイロンポリウレタン、サイズ XL、 XL、これサイズあるんですか？はい、サイズが L と XL で展開します。 XL すごいですね、 XL こんな感じなんですか？ XL、 はい、もう着てないかもしれないぐらいの着心地、めちゃめちゃ軽いんですよ、パンツもこれ履いてますけど、こんな感じ、うん、まあ、台場とかには全然ない軽さですよね、これは、この薄くて軽いっていう感じが、うん、がジャケット、はい、はい、ありがとうございます。ではジャケットから詳細お伝えいたします。はい、はい、こちらがナイロンシャツジャケット、お値段が税込み 38,500円で、カラーがカーキとダークグレイ、はい、カーキと、そうですね、カーキ、こちらがグレージュ、カーキとか言いながら色がね結構ニュアンスカラーのオリーブじゃないですか、うん、これがこちらがカーキです、はい、ちょっとチャコール黒っぽい、セミコンっぽい色なんですよね、オリーブが、はい、オリーブ、はい、カーキ、これがカーキ、カーキの、はい、この色もめちゃめちゃいいんですよ、カーキとダークグレイです、ダークグレイです、はい、僕が履いてるパンツ、ね、はい、がダークグレイ、まあ、これも墨黒っぽい感じに見えるんですよね、絶妙に色味、まあまあダークグレーかな、チャコールかな、はい、あとでグレージュ、はい、グレージュです、はい、グレージュもすごいいい色してますね、はい、これちょっと透けるの見えます、透けてるの分かります、あでもカメラだとちょっと分かりづらい、分からないです、あでも、あそうですね、透けて、はい、これぐらい薄いんですよ、見えると思います、なんでもう、ね、夏にタンクトップとかもう夏場でも全然腕ぐるぐる巻いちゃっていけると思うんです、うんうんうん、はい、これぐらい透けて軽いっていう、はい、タイプのシャツです、はい、こちらサイズが L と XL ですとなっております、はい、でバギー、はい、バギーですね、はい、バギーも同じ3色で、こっちの、グレージュには黒のストライプの刺繍、はい、うんうんうん、チャコールにはブラック、はい、あオリーブにはブラックですね、チャコールにはブラックって感じですね、まあ、割と目立たないような感じになってますね、はい、はい、
ありがとうございます、はい。こちらがナイロンバギー、お値段が税込み3万800円で、カラーがカーキとダークグレーとグレージュの3色、はい。でサイズが M と L の2サイズとなっております。はい、まあ気分的には僕は L でもいいかなって感じですね、うんうんうん、ちょっと小目で入っちゃっても、うん、はい。で続いてがまたセットになってるんです。はい、分かりやすくブルーでいこう。これとこれとこれ、はい、こちらですね。これがトップスで、こっちがワイドテーパード、ん、そちらがワイドテーパードイージーパンツ、はい、僕が履いてるのと一緒、はい、これがで、これがワイド、はい、こちらがスポーティーナイロンバギーです、ね。はい、バギーはさっき紹介したのと一緒、ストンと落ちるタイプですね、はい。バギーの方は裾に泥コードがないタイプですね、うんうんうん、はい。でこれはあの先ほどの素材と違っていて、近く見てるとちょっとリップストップになってるんですよ、うん。でリップストップにアクリルコーティングっていうのをしてて、どちらかというと結構スポーティーに見える感じですね。はい、はい。で、これまずこの形から紹介すると、これは SFC の定番のスウェットの形そのままなんですよ。うん、なるほど。なんで裾にリブがついていて、身幅広め、うんうん、で消えるスウェット型って感じですね、うん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 。これがね、色結構あるんですよ。ブルー、オリーブ、ネイビー、ブラックです。で、まあ黒だと胸にこう刺繍が白で入っているんですけどね、はい、はい。でこれもまあセットでも着れるし、単品でも着れるよ、うんうん。でとにかくこれも結構見ていただくと分かるように薄いんですよ、素材が軽くて、ね、はい。なんで夏でも全然着れちゃうシリーズ、うん、ショートパンツなんかにいいと思いますね。はい、まずここからいきましょう。はい、はい、ありがとうございます。こちらナイロンクルー、お値段が24,200円すいません失礼しました、はい。カラーがオリーブ、ネイビー、ブラック、ブルーの4色展開で、サイズが L と XL の2サイズとなっております。はい、僕で L で十分かなって感じですね、うんうんうん。はい、サクサクいっちゃおうか。はい、お願いします。これで、でパンツがまず僕が今履いてるやつ同じ、はい、ワイドテーパード、ワイドテーパードで裾にメッシュ入っててドローコードついてるよっていうタイプですね、はい。これも非常に綺麗ですね。このコーティングしてるのでつるっとしていて結構綺麗めで見れるようなタイプですね、うん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 。これが、こんな感じかな、はい。オリーブ、ネイビー、ブルー。だから、こういう風にした方がいい。ありがとうございます。ブルー、ブルー、ブラック、ネイビー、ブルーでね、こういう感じですね。はい、なってます。4色展開で、お値段がこちら税込み3万800円で、サイズが同じく M と L のサイズとなっております。はい、僕はちなみに履いてるのこれ今 L ですね。いつも M なんですけど、ちょっと大きめで履きたいなと思って L にしてるんです今は。はい、ご質問来ておりまして、はい、変な質問にはなりますが、お手洗いの際は毎回紐をほどいていますか？ほどきますね。ってことは結構ギュッと縛ってるっていうことですよね、紐を。いやそこまでではない、うん、下がっちゃいますよね、多分。止めないと。いや、僕のウエストだと下がらないけど、やっぱりこうしてるじゃないですか、うん、ここにポケットがこうあるんですよ。ちょっと例えばこうするじゃないですか、ここにこれ全然スポッと入っちゃうじゃないですか、うん、こうするじゃないですか、携帯、うんうん、じゃないですか。そうすると締めとかないとゴムがここにあるんですけど下がってきちゃうんですよ。でカバン持たないんであんまり、なんで
とりあえず休みの日とかだとこれぐらいで行きたい感じがあるんで、そうするとやっぱ縛っちゃいますね、うんうんうん、縛っちゃうんでほどいてトイレに行く、もしくはもうめんどくさい時はもうそのまま無理やり下げますね、はい、ちょっと急いでる時とかね、危ない時とか、危ない時、はい、はしちゃいますね、うん、なのでまあね、これね悩みありますよね僕はだから家にいる時もスウェットとかナイロンパンツ履くんですけど、うん、なんかこうしてるんですよ、こうまあゴム、これだから結ばないとダラッとしちゃうじゃないですか、こう例えばこれ結ばない状態だとこうダラッとするじゃないですか、ここにこれ嫌じゃないですか、やっぱり、はい、こう絞ってこうするんですけど、これは外に行くんだけど、でなんか家にいる時とかはめんどくさい時はこうしてなんかどうやってやってたかなちょっと覚えてないんですけど、こうしてこういう感じにしてこういう感じにする時もあります。なるほど、これだとあれなんですよ、一応見え、まあ、下がってくる恐れはあるんだけど、トイレ行くときにこうできるじゃないですか、うん、こう腰のところで引っかかるからこういうふうに下げれるじゃないですか、うんうん、だからこれは結構家はいちいちめんどくさいんで、ここの余白をちょっと残しておいて縛るみたいな感じして、うんうん、なるほど、これで寝るときもだいたいナイロンパンツとかで寝る場合の時もあるんですよ。起きてすぐね活動するんで僕、はい、そのまま起きて着てるもので外行くんで、こういう感じで、はい、っていう、はい、すいません、あ、はい、ありがとうございます、はい、なので時と場合によるっていう感じですね、はい、基本はやっぱり外でちゃんと行く時はしやっぱり閉めますね、うん、はい、で、はい、実使用の際の参考になりました、ご丁寧にありがとうございます、はい、どうぞ、ありがとうございます、はい、結構もうね、あのね、自分もね同じ悩みというかやっぱり伸びたらいいなと思うんですよ、うん、あの紐がね、そうだけど紐が伸びるとなるとやっぱりポリウレタン入れるから劣化するよなとか、やっぱ洗濯とかにゴムだから弱いじゃないですか、うん、そうなんかいろんなことを考えて、ただねちょっと伸縮性があるっていうものの紐のブランドさんもあるんですよ、うん、うん、なるほど、でテアトロなんかはどちらかというとちょっと伸びる気がするんですよ、うんうん、伸びないと思いますよ、伸びる気がするっていう感じですよ、うん、だからテアトロとかは結構そのまま下げる場合も多いですね、はい、はい、で続いて、あれ続いてスポーティーナイロンバーギーです、スポーティーナイロンバーギー、こちらはですね2色ですね、これ2色ですか、はい、ネイビーとブルーです、はい、発売も2色ですか、はい、2色です、あ、そうですか、はい、じゃあこっちはバギーは2色、はい、はい、2色ですね、はい、こちらがお値段が税込み3万800円でネイビーとブルー、サイズが L と M2 サイズとなっております、はい、はい、ではバギーは2色、はい、はい、じゃあ続いて、同じくセットアップシリーズで、こういう感じ、はい、これも同じナイロンのまたちょっと素材が違うんですけどね、うんうん、これリップストップナイロンのこれも 20D のものだと思うんですけど、さっきの方はスルッと加工してるから見た目がちょっと違うと思うんですよ、ちょっとこっちの方が少しシワ感が出てないと思うんですよ、そうですね、見えます、こっちの方が少しこう、はい、ヴィンテージっぽい感じ、うんうんうん、こっちツルッとしてるじゃないですか、うん、こっちもよりスポーティーな感じなんですよ、でこちらの方がよりメンライクな感じでシワが少し寄ってる、まあヴィンテージ感のある感じですね、うんうんうん、でこれがこれ3色あって、こっちの方は、はい、あのピスだけなので
すごいシンプルに着れますね。まあワイドで、裾にドローホールついてるっていうタイプ、うんうん、まあよくカットソー SFC のカットソーの形と一緒ですね。はい、これなんか大人っぽくて着やすいのかなと思いますね。ロゴが入ってないからやっぱり少し綺麗めな感じで合わせるんだったらこのタイプって使いやすいのかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます、はい、こちらがビッグナイロンロングスリーブ T シャツ、お値段が税込み24,200円、はい、カラーがブラック、ネイビー、ベージュの3色展開で、サイズ L と XL の2サイズとなっております。はい、上が木で L って感じですね。十分、身幅めちゃ広いんで、うんうんうん、でパンツが、はい、パンツですね、3色あるんですね。はい、だからこれとこうカーゴパンツですね。はい、まあ、これテーパードイージーを少しこうワイドにした感じのカーゴで、同じくさっきのトップスと同じ少し二重でなんだけどシワ感のある、清涼感のある感じに見えますね。でポケットがまあ定番の SFC のカーゴパンツって感じですね、はい、これが3色なんですね。はい、こちら3色です。こちらがですね、商品名がシックスポケットパンツ、お値段が31,900円で、カラーが同じくブラック、ネイビー、ベージュの3色、サイズが M と L の2サイズです。はい、って感じですね。はい、今回は結構ね多めにピックアップしてます、うんうん、はい、で続いて、まあ、ナイロンシリーズではなくてこれもセットで着れるよっていう、まあ、ちょっとパジャマシリーズですね。この可愛いんですよ。個人的にはこれすごい好きで、うん、まあ、あの手書き風のストライプなんです。見ていただくとまっすぐじゃないの分かります？ちょっと、うん、ちょっと太さが手で描いたようなストライプになってるの分かります、うん、はい、ランダムに太くなっていて、同じくこっちピッチが違うんだけど同じく、まあ、コンピューターでやった線ではなくて手書きのストライプ、まあ、あのストライプスフォークリエイティブのコンセプト通り の、まあ、あのネームと同じタイプですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあはい、シャツの方からですね、ストライプシャツお、ね、あ、はい、カラーが2色ございます。お値段が28,600円で、カラーがオリーブとサックスの2色、はい、で、サイズが、5XLのワンサイズで音で扱いしています。はい、これは結構いつもの大きめなシャツって感じですね。ラルクボールの 5XL を着丈短くしてっていう感じですね。はい、ありがとうございます、では、ストライプのショーツですね。こちらお値段24,200円で、同じくサックスとオリーブの2色、サイズがこちらございまして M と L の2サイズとなっております。はい、これはそんなに丈長くないですね。横は広いんですけど、M でもウエストは割とキュッとしていて、丈は少し短め、身幅が広めって感じですね。はい、はい、これも僕は個人的にはナイロンシリーズも好きですけど、このブルーのこのシリーズとか大好きですよね。うん、まあ、昔のブルックスのパジャマだとか、ラルフのパジャマ、ああいう感じってやっぱストライプ可愛いじゃないですか、ブルー系のパジャマとか、うんうんうん、なんかそれをやっぱり SFC 流にアレンジしてるから、結構これも外でも着れるし、なんかテンション違うんだけど、そのサイズ感とかは非常に着やすいですね。うん、だからまあ一回着てみるよっか、ワンサイズだからあれですけど、うん、そうですね、このパンツに合うと思うんですよね。可愛いですね。こんな感じで、はい、小池くんスタイルです。確かに小池さんになりました。池小池くん、池小池さんっぽいですね。シルエットがもうちょっとボタンかけ違いした、してないです。大丈夫ですか。はい、可愛いですよね、このナイロンのこの感じで、うん、結構襟があるだけでシャキッとするから、オーバーでも全然雰囲気いいと思うんですよね、うんうん、はい、はい、こんな感じです。続いて、はい、デニムのブルゾンやるかな。はい、お願いします、はい、はい、続いて、まあ、デニムのブルゾン、まあ、
デニムシリーズで結構これは SFC の中でもナイロンに合わせるっていう形で出ていて、形がちょっとフライトジャケットっぽい感じですね。こんな感じで。かわいい。はい、で色も結構あの落ちていて、そこまでオンススも重くないタイプで、だからやっぱりこの身幅感とこのリブ感ですよね。昔のクラシックなちょっとスポーティーとフライトジャケットを組み合わせたようなタイプですね。これ商品名なんていう名前でしたっけ。こちらが、シンプルにデニムブルゾン。デニムブルゾン、はい、こんな感じですね。ダブルジップじゃなくてって感じですね、うん、このなんか閉じた時のこの生地の硬さと相まってこのクシャッとした感じが可愛いですよね、うんうん、これもイケコイケコ、はい、ありがとうございます。こちらがデニムブルゾン、お値段が 46,200円で、カラー表記がインディゴ、サイズが L と XL の 2サイズとなっております。僕でこれで L じゃないかな、 L ですね、このサイズで L ですね、はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、続いてまあ、ベーシックティーって言って、今僕が着てるのが、その SFC ベーシックっていうシリーズで、あんまり今まで仕入れてこなかったんですよ。まあ、ほんとシンプルな、綿100の T シャツ、ロンティー、まあ、木グレー、白、ネイビー、ブラック。で、これはそんなに身幅広くないんですよ。少し着丈がこれぐらい長めで。で、もともとこれ、多分ネイビー見ていただくと分かると思うんですけど、生地が結構そや感すごいあるんですよ。ちょっとこう、毛羽立ってるの分かります？ちょっと分かりづらいかな、はい、はい、白とか見たら分かるかな、ちょっとスラブっぽい毛羽立ち感があって、はい、うんうんうん、でもこれがすごいね、雰囲気があって、1枚で着るんですけど、めちゃめちゃまずストレスがない、着心地めちゃくちゃいいで、いて生地が結構このちょうどいい厚さなんですよ、この生地感が。だからダイバーとかだとやっぱポリウレタンなんで、また合成の感じで、そのキックバックっていうのがあるんですけど、これ綿100の良さが非常に出ているカットソーなんです。で、今までまあもうシンプルだったんで、あまりそのまあロゴのものがね、どうしても分かりやすいかなっていうところもあったんですけど、やっぱりあえてやっぱりこれぐらいの何もノーマルな感じなんだけど、サイズ感でこう腕のたまりだとかこの生地感とかで見せていくっていうのが、まあ去年と今年のスタイルとしてはちょっと違っていて、ロゴモンもいいんだけど、ロゴモンと無地モンを合わせるみたいなところが、少しきれいめに振りたいかったっていうのが今シーズンなんで、まあそれでこのロンティー、それと T シャツタンクトップも入ってくるんです。あ、そうなんですね。はい、この厚さがね、絶妙にいいですよ。うん、着心地めっちゃいいです。だからまあこの辺持ってても別に、なんだろうな、何枚持っててもいいというか、その無地の T シャツ その無地の T シャツなんだけどこだわりたいよねみたいな方は、結構この生地感いいと思います。これ洗ってったらもっと毛羽立ってくるし、雰囲気がこう振る、そのヴィンテージ感すごい出てくると思うんで。で、これで L ですね、僕が着てるの。少し着丈が長めの作りですね、はい、身幅はそんなに太くなく、はい、独特のシルエットって感じです。はい、ありがとうございます、はい、こちらがベーシックロングスリーブ T シャツ、お値段が税込み 12,100円、カラーがネイビー、ブラック、ホワイト、グレーの4色展開で、サイズが L と XL、XXL の3サイズで展開しております。はい、ロンティーなんで 2XL まで入れました。はい、2XL ですね。僕がこれで L ですけど、もう一個上のサイズもいけちゃうかなと思いますね、うんうんうん、身幅が、まあこれは他のものに比べるとちょっと少し細いので、はい、ってな感じですかね。はい、あとは、まあ、バリスティックナイロン使ったカバンのシリーズ、はい、まあいつも定番で出てるちっちゃいやつ、かわいいです、サイズ感が、はい、コーデュラのバリスティック使ってるんで、まあ生地のこの感じがすごく、うん、まあ、僕バリスティックめっちゃ好きなんですよ。だからバリスティックナイロンがすごい好きで、
ポーターの、まあ、ローワーケースの梶原さんとずっとコラボしてたバリスティックシリーズがあって、それずっと使ってるんですよ。めちゃくちゃへたらなくて、この生地がやっぱりコーデュラナイロンとバリスティックって見た目ちょっと違っていて、僕は圧倒的にバリスティックが好きで、重いんですけどね、ちょっとバリスティックの方が高級感半端なくて、この地厚な感じ、うんうん、はい、はい、でこれはもうちょこっとこうショルダーにもできるし、かわいい、ちっちゃくと、僕はこれナイロンのタイプ使ってますけどね、出張に行った時とかよくこれで、はい、これ意外に便利なんですよ、はい、このちっちゃいシリーズと、はい、あとセットではないんですけど同じシリーズでバックパック、結構これもなんで仕入れたかっていうと、さっき言ったようになんかこれぐらいシンプルなバッグってやっぱりコムデギャルソンのシリーズも好きでいいんですけど、うん、やっぱりあれってコーデュラナイロンだったと思うんですよ。これの、まあ、シンプルでバリスティックってあんまりないんですよね。ポケットがいっぱいついちゃってたりとかするから、なんかこれぐらい潔いアメリカっぽい、まあ、イーストパックっぽいのにバリスティックでちょっとサイズも大きめっていうのが結構惹かれて、はい、今回入れました、うん、はい、ありがとうございます。かわいいです。なんか普通にいい、うん、パソコンも入りますよね。入りますね、入りますね。まあ、中の一応仕様の、はい、ありがとうございます。こんだけ開くんですよ。普通のカバンってここまでサイド開かないんですよ、うん、ここぐらいで止められてると思うんですけど、こんだけガバッと開くんですよ。で、中こっちにメッシュのものがある。ここまで開いたらすごい使いやすいですよ、うん、かなり荷物入りますよ。これどうだろうな、26リッターぐらいあるのかな、ちょっとリッターわかりませんけど、それぐらいあるかもしれないですね。28とかまで全然いけちゃうかもしれない、うん、容量だ、はい、ちょっとおにぎり型でかわいい、はい、感じですね。はい、ありがとうございます、はい、でショルダーポーチからですね、お値段が税込み8800円でカラーブラック、サイズはこちらのワンサイズとなっております。じゃあ取っ手はあの取り外しが、はい、これは取り外しがここでピヨってピヨってできるんで、はい、はい、2ウェイで使っていただけます、はい、僕が使ってるやつは初期のやつで、これついてなかった、これ、うんうんうん、取っ手だけ、はい、はい、で続いてバックパックがこちらが38,000円で、こちらもカラーがブラックのみでワンサイズです。はい、はい、じゃあ SFC は以上って感じですかね、はい、以上ですね、はい、あと今ちょっとあの商品自体がないんですけど、あとソックスが入って、ソックス、ラインソックス、はい、サイドストライプソックスが、はい、フリーサイズで入ってきますので、こちらもすでにあの商品ページ公開しておりますのでご覧になってください。いつ発売ですか。こちらが今週金曜日、今週金曜日発売となります。はい、はい、では続いて、じゃあ続いてなんですけど、続いてはまああの一応グランクですね、はい、グランクです。これもあのパンツはもうすでに発売してるんですけど、パンツすごい形いいんで、うん、ぜひ試してほしいんですけど、で同じくパンツと対になる上なんですよ。これ今ベージュなんですけど黒も一応あるので、セットアップでナイロンのジャケット、はい、まあシンプルなナイロン のジャケットなんですけど、まあ、これとにかく素材なんですよ。パンツの時も言いましたけど、リネンですごく張りが打ち込みがいいリネン使ってるので、うん、結構着込んでった時の風合いっていうのはすごくいいですね、はい、なのでまあこの辺も大体古着の、ディティール、ヴィンテージの方から取っていて、こういう後ろに紐がついていたりとか、割と着丈短めの作りになってますね、うん、はい、で同じく2年かな、こっちはコットンかな、コットンだったかな、こちらはコットンですね、はい、コットンのタイプのシャツですね、はい、まあ、インディゴカラーのシャツって形ですね。これもね、同じくこの素材コットンなんですけど似てるんですよ、リネンとこのソヤ感というか、やっぱりグランクこのなんか天然素材がやっぱり結構好きで、これも風合い多分すごくいいと思うんですよね。着込めば着込むほど雰囲気が出てくる、まあ今あんまりここまで凝った昔のすごい
ちょっとこう、癖の強いあの古着のディティールが結構入ってるんですよ、うん、だそういうのってあんまり今ないので、センターでこうドレープここもね取ってるデザインですし、はい、ボタンもまあこれは、普通のホワイトのタイプじゃなくて、これは一応プラスチックだけど本的な感じの色合いになってますね。はい、すごい綺麗な色ですね。はい、まあとにかくこれはブランクは素材ですね、うんうん、はい、このリネンとコットンのこの風合いを、この素材感をちょっと見ていただければなと思います。はい、ありがとうございます、はい、ジャケットがですね、ラペルワークジャケットリネン、お値段53,900円で、カラーがこちらのナチュラル と、ブラックがございます。でサイズは3のサイズになっております、はい、3でワンサイズになっているので、はい、これもそんなにすごい大きめじゃないんですよ。3でも割とタイトめな作りになっているので、ちゃんとジャケットって感じですよ、これ3で、うん、あ、そうですね、ジャストサイズ、はい、見ていただくと結構ピタッとした感じで着れると、うん、なんで割とちっちゃめ、コンパクトめで、パンツが結構あのバルーン型になってるんで、上タイトで丸っこくっていう感じで着れますね。これもう着込んだ方が全然いいですね。もう結構ちゃんとしたジャケットっていう作りになってますね。この脇の位置もしっかり高めになってますんで、はい、はい、ありがとうございます、はい、続いてシャツですね。こちらがワークシャツ、お値段が 27,500円で、カラーがインディゴと、あともう一色ホワイト、はい、はい、2色ございます。結構去年も人気だったんですよ、このシャツ、うん、これで3ですね、はい、3の何サイズ、はい、2、3です、ね、2、3です。これで3です。まあグランクはそんなに大きめじゃないので、割と3で通常の L っていう感じですね、うん、一般的な。ちょっと今なんか長袖なんであれですけど、はい、こんな感じです。ちょっと昔のワークジャケットっていう感じのディティールですね。まあ色はね、結構独特なブルーでいいですよね、うん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 、大人っぽい。そうですね、まあ、着丈もそんなに長くないんでね。この辺はなんかヨーロッパのビクトリア的なところの要素とか、まあ、スリーピングシャツだとか、まあ、そういういわゆるディティールが入ってるかなと思いますね、フレンチの、まあ細かくはちょっとわからないですけど、まあ、今まで僕が見てきたフランス行ったり、フランス物仕入れてきたりとか、フレンチヴィンテージとか、その要素が形にはすごく入ってるなって感じですね、うん、ありがとうございます。グランクも今週金曜日に、発売となります。ワークシャツ、はい、はい、はい、ありがとうございます。あとはなんかプレッセになっちゃうので、はい、プレッセはパンツをちょっと着替えてきていいですか。はい、お願いします。1時間ぐらい経っちゃいますね、また。あ、でも今日はまだ40分ですね。40分経ってます。もう40分ですよ。まだ確かに。もうですよ。ちょっと最初の5分はいらっしゃらなかったんで。いや、たった5分じゃないですか。5分は長いんですよ。5分長いですか。長いですいですね。40分の中の5分。いや、皆さんお待たせしてしまったので。いや、あのね、葵ちゃんの話を聞きたい方のためにいつも時間用意してるんですよ。いやいや、そんなことないですよね。喋っててください。はい、私的には結構 SFC の, あのストライプのシャツが可愛くて、可愛いです、まあ、毎回入れてるんですけどね、うん、そんなにすごい人気があるわけじゃない、人気がそんなにすごいあれないんですよ。個人的にはすごい好きなんですけど、やっぱりナイロン系の方が人気ありますね。ただシャツは今年はいいと思いますよ、はい、
で、これがプレステの。はい、プレステ。はい。まずじゃあプレステは、ジャケットセットアップの方から紹介していきましょうかね。はい、お願いします。はい、結構これ大ぶりなセットアップなんですよ。うん。うん、見ていただくと、割と大きめですよね。結構そうですね、長いですね。はい、作りで。うん、これ素毛なんですけど、ウールの、はい、メリノウールのこうスラブっぽく見えてるの分かります、うん、はい、これのセットアップになってるんですよ、はい、スラブウール、はい、スラブウールですね、はい、はい、こんな感じ、はいはい、結構珍しくてもっとつるっとしちゃうんですけど、これはすごいこのそや感というのをウールでも入れていて、でジャケットも全体的に結構あの丈が長めでオーバー気味なんですよ。プレステとしては結構珍しくて、でこれ、まあ、今回コンセプトがやっぱりニューヨークっていうのがコンセプトにあって、まあ、その雰囲気というか、まあ、クラシックなちょっとオーバーサイズなボクシーな、まあ、いわゆるラルフローレンだとか、うんうんうん、あのブルックスだとか、ただボタンの方はあのホームボタン使っていて、まあ、コンプレなんだけどベーシックに着れるっていう形ですね。でそれと対になってる、テーパードというかあのタックが入った、ダブルのパンツですね、うん、非常に着やすいですね両方とも、うん、パンツはあのこれ少し緩めに見えると思うんですけど、ウエストは割と結構キュッとしてますね。2で僕で本当ジャストって感じです。3の方がいいかもしれないって感じですね。はい、がまずセットアップ、はい、ネイビーで、うん、ありがとうございます。最大の特徴は生地ですよね、やっぱり、うん、生地感が、うん、はい、このウールの、はい、はい、こちらジャケットから詳細をお伝えいたします。スラブウールネイビーブレザー、お値段が9万200円で、カラーがネイビー、サイズが2のワンサイズとなっております。両方2だけですね、はい、はい、で、続いて下の、うん、スラブウールネイビートラウザー、お値段が74,800円で、こちらも、カラー表記ネイビーの2のサイズとなっております、はい、まあこれは本当にだから昔のアルマーニとかブルックスとかポロとかなんかそのアメリカの良きボクシーな感じが出てますね、うん、のジャケット、はい、はい、ありがとうございます。で続いて、シルクのブルゾン、シルクヘンプのブルゾンかな、が一応2色あって、これもちょっとすごいこだわってるんですよ。これ着ちゃいますけど、これですね。でこれまあ30年代のスポーツジャケットを、まあ、ヴィンテージのモチーフにしていて、うんうん、もうこれ本物かというぐらい手作業の加工で、シルクとヘンプが入ってるんですよ。これシルクが入ってるんで、このなんていうんですか、もう触らないと分かんないかもしれないですけど、ぬめり感、うん、それと光沢感で、細かいところで言うとサイドのこのアジャスターとか、これレザー使ってるんですよ。そうですね、ちゃんと羊の皮を、はい、で、はい、このジップの方もその当時のものを使っていて、当時を再現していて変わった、これは何て書いてあるのかな、ワルデスか、ワルデスの、はい、ジップですねを使っているって感じですね。まあシンプルなんですけど、まあ、いわゆるカーハートのダックだとかその辺をイメージしてる、それがまあ、高級素材で作ったらどうなるのかみたいなところで、作ってるスポーツジャケットですね。はい、はい、ありがとうございます、うん、こちらがシルクヘンプスポーツジャケット、お値段が92,400円で、カラーがブラックとブラウンの2色、サイズが1、2、3の3サイズで展開しております。これで2ですね。2なんですけど、割とこの腕周りとかは結構着やすいように、結構肩周り腕周りをゆったりしてますね、スポーツジャケットですけど、もっとスポーツジャケットタイプのものやっぱ多いんですけど、その辺はもう現代風にこう着やすいように作られてますね、うん、はい、このもう素材感がやばいですね。着込んでた時にやばそうですね、これも。まあこのブラウンがね、よくそのアメカジっぽさというかヘリテージっぽさが出ると思うんですけど、黒は黒でちょっとモードっぽく着てもかっこいいですね。非常に形的にパッと羽織れるんで、
あのスポーツジャケットはすごく年中重宝するんじゃないですか、シルク入ってるから、うん、まあ、シルク入ってるからやっぱり暑い時でも着やすいですよね、あのベタつきにくいという感じ、はい、で続いて、まあ、あのシャツですね。これは名前がなんていうタイプでしたっけ。こちらがダブルウェイブツイルシャツですね。ダブルツイル、ダブル、うん、ツイルですね、はい、はい、ツイルの、はいはい、シャツになりますね。これもまあ新しいタイプだったかな。もうすごいシンプルな形なんですけど、このツイルの使ってちょっとこうまあアメリカっぽさというか、を出しながらも、ドレスの工場で、ドレス仕上げしてるというか、そのこの運針の細かさだとか、まあ、この辺も見ていただくと分かると思うんですけど、これ運針が細かくて、このツイルのこの素材ってこれもちょっと折り方が特殊で、これめちゃくちゃ柔らかいんですよ。ふわふわなんですよ。触ってみます？いいんですか、はい、あ、これすごいですね。すごいです。見た目の割に、いや見た目とは全然違います。全然違います。はい、はい、ガーゼっぽくもこうなっていて、あのツイルなんですけどガシッとした感じ全くなくて、ものすごい雨よりで作られてるんですよ、うん、それも一個ずつやっぱり時間かかっちゃうんで、まあ一点一点丁寧に作られてるんですけど、まあ、その甘いものに対してこの運針細かくしてるんで、このパッカリングがいい具合で出るんですよ。ここの感じ分かります？このちょっとしたポン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 って入ってるこのシワ感っていうやつですね。この肩周りもそうなんですけどね。そうですね、ここの、はい、ここにシワがこうバーッと入ってるじゃないですか、うん、これってさっきの要素というか、もちろんすごい打ち込みのいいもので、まあ、その縮めて糸だけを縮め、洗いで縮めて加工してっていうテクニックもあるんですけど、これは生地が非常に柔らかめなので、それを運針細かくすることでいい具合のこのパッカリングが出ているっていう形で、もうベーシックなんですけど、これはもう非常に1枚で着やすい、これはブルーしか入れてなかったんじゃないかな。はい、一色です。はい、もうブルーのシャツ僕好きで、まあブルーばっかり入れてます。なんでさっきのシャツブルーだったんですけど、なのでブルーのこのさっきのこの中に入れるこの感じだとか、うんうんうん、あとやっぱりチャコールグレーにブルーっていう合わせもすごくいいんですよね。だからこの辺のこういう合わせとかね、色合い的にね、うんうん、確かに結構ブルーってやっぱり労働者カラーというか、もともとはその働く方のシャツっていう色合いだ、ワークシャツだとか、その働く男が働くための色合い的なところもあったり、うん、まあただそのドレスシャツで白よりもなんかこう艶っぽさもあったりしてて、結構ブルーおすすめですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、これからです。こちらがですね、ダブルウィーブツイルシャツという商品名になっておりまして、お値段が 41,800円、カラーがブルー、サイズが 1,2,3 の3サイズとなっております。はい、そこまでね、襟も大きくないので割とベーシックに着やすいタイプですね、うん、はい、はいはい、で最後が、はい、あ、カシミヤのブレンド、はい、ホワイトカシミヤをブレンドした T シャツですね。これもうすでにロンティーも出てるんですけど、今回この、T シャツのみっていう形で、これも触っていただくとむっちゃ柔らかいですよ。触ってみてください。あ、すごい。はい、でコットンが入ってるのかどうかわからないぐらい、もうカシミヤタッチで、混合していて、かなり風合いが綺麗に出てますね。まあ、シンプルな T シャツなんですけど、これ1枚で着るとやっぱりちょっとニットっぽくも見えるので、まあ、そういう意味で、今回入れてるのが、まあ、他にネイビーとか色合いあるんですけど、このグレーっぽい色だけ入れてるんですよ、あえて。っていうのはカシミヤっぽさが分かる、要はこれちょっと分かります？ちょっと少しこう白い気もしてるっていうか、毛羽が出てるじゃないですか。やっぱりこれが出ることによって
なんかソリッドのカシミヤ入りよりもやっぱりより風合いを、あの見た目の部分もニットっぽくっていうことを、出してほしいと思ってあえてこの2色にしてるんです。はい、なので、まあ、先ほどのこの辺の中とかね、うん、いいですね、そうですね、はい、確かにニットじゃないんですけどね、うん、ニットになるとどうしても扱いにね結構あの気を使うんですけど、やっぱりこれをラフにデニムとか、うんうんうん、スラックス1枚でこうこれに合わせていただいて、はい、まあ、クラシックなニューバランスを合わせていただく、どれもかっこいいと思いますね、うん、はい、はい、ありがとうございます。こちらがカシミヤブレンドショートスリーブ T シャツ、あ、すいません、お値段が 26,400円で、チャコールと、グレーの2色、サイズが 1,2,3 の3サイズとなっております。はい、はい、はい、以上です。はい、あとラスト、ラストですね、デニム、あ、デニム、はい、デニム、これで最後です。デニム、目玉忘れてた、はい、アンノーンデニムですね、はい、そうですね、はい、まあ、あの古着のデニムを、うん、かわいいプレステル用に、アレンジしたタイプで、もう一個一個手作業で、やってるタイプで、うん、まあ、いつも通りですよね。13オンスだったと思いますけど、そこまですごい厚手ではなくて、毎回このカバーオール出るんですけど、結構そ の, いあ の, そのアンノーン、もともとのネタがすごい非常にいい色落ちだったっていうタイプのものを使っていて、それを再現してるんです。色すごくいいですよ ね,、うん、なんかね、これでサイズいくつかな、かっこいいな、2ですね、かっこいいですね、はい、まあ、これは特にもう言うべきことはないですね。まあ、ボタンなんかはあえてこうちょっとサビが出てくるようなあのものを、まあ、これは他のデニムでも使われてるんでね、プレステならではの、まあ、経年変化をちょっと頼んで楽しんでいただくっていう形ですね、うん、はい、こんな感じですね、はい、後ろはネップっぽくちょっとそれっぽくなってる、はい、はい、ありがとうございます。こちらアンノーンヴィンテージデニムカバーオール、お値段66,000円で、カラーがインディゴ、サイズが 1,2,3 の3サイズとなっております。はい、まあ僕で2でもいけるかな、はい、うん、もう一個大きいサイズでもいいかもしれないけど、まあ僕はこのサイズでも全然いけちゃいますね、はい、ありがとうございます。以上ですね、はい、本日ご紹介しましたSFC グランクプレッセは、今週金曜日3月の8日、12時ごろアーバンリサーチのオンラインストアで発売となります。はい、1時間ぐらい行っちゃってるんじゃないですか。結局行っちゃってますね。ちょっと量も多いですか。今の時期はたくさんいいものを。厳しいもんな、やっぱり天の声葵ちゃん厳しい。いやいやいや、開けてほしいな。お忙しい、はい、はい、はい、ありがとうございます。では大丈夫そうですかね。はい、はい、はい、では今週金曜日発売です。本日もご視聴いただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。